さて横浜 DeNA ベイスターズの先発は久保投手です。その立ち上がりです。先頭バッターの松井和夫、2球目、これが会心の当たり、最前列のユーに飛び込んでいきまして、先頭打者ホームラン。これで1対0と、まずは東北楽天ゴールデンイーグルスが先制いたします。塩見投手には大きなプレゼントになりました。さあ、そしてその塩見なんですけれども、2回です。ロペスがフェンスダイレクトの第2チャンスの、これが実はスリーベースでありまして、チャンスメイクになります。ワンアウトからバルデリス、同点となる犠牲フライ、ロペスが生還いたしまして、これで1対1の同点となります。3回の裏です。ワンアウトからホームラン打ってる松井がピッチャーゴロ、さらに牧が見逃しの三振と、久保は見違えるように調子を上げていきます。さあ、一方の塩見も4回、梶谷見逃しの三振、さらに筒香、変化球を打たせましてのショートへのフライ、さらにロペスは空振りの三振と、クリーンナップトリオを三者凡退、こちらも上々のピッチング内容、投手戦となってまいります。5回の表です。ベイスターズはノーアウトランナー一塁二塁から、峰井が送りバントを試みますが、送りバント失敗、三塁フォースアウト。ワンアウトランナー一塁二塁から、桑原は空振りの三振、ツーアウトになって、このところヒットが出た石川、空振りの三振、ピンチをしのぎます。ベイスターズはノーアウトランナー一塁二塁のチャンスを生かすことができませんでした。さあ、6回の表です。いきなりこの回先頭バッターの白崎が勝ち越しとなります。第2号のソロホームラン、レフトポール際、これで2対1とベイスターズ1点リードとなります。8回の裏、ワンアウトから久保が松井にヒットを打たれます。これでランナーが一塁三塁となりまして、牧田がデッドボール、これで満塁となったところで、セットアッパー田中が登場いたします。さあ、その田中が藤田との対戦、前進守備の一二塁間を破ります。これで島が帰りまして同点です。ゲームは振り出しに戻ります。さて、9回の表、2アウトながらランナーが一塁二塁、マウンド上は松井裕樹、今シーズン初めての一軍の打席、宮崎は三振、ピンチをしのぎます。延長戦に入りまして、11回まで2対2、12回の表、ベイスターズは2アウトランナー1塁3塁、マウンド上は福山、しかし白崎の当たりはショートゴロ、これで楽天の負け、そしてベイスターズの勝ちはなくなりました。その裏、ワンアウトからマウンド上はルーキーの山崎登場、打席にはペーニャ、3球目弾丸ライナーがサヨナラの今シーズンの第3号ホームラン、3対2、4時間半を超えます。まさにがっぷり四つだったゲーム展開はこのペーニャの一発で決着、大切な6連戦、そしてルーキーの山崎は初めての非本塁打という形になりまして、初戦は楽天イーグルスが勝ちを収めています。